さあ、今日もマリオパーティーでちょっと楽しくね、パーティーしようと思います。よー、今日はね、一人かな。じゃあ僕はね、今回ですね、まあ、こうやって群れる連中はあんま好きじゃないんでね、ちょクッパチームで遊ぼうと思います。クッパチーム、内枠はこんな感じでいきたいと思います。前回はね、もう2ターンキルみたいなとこあったんで、全体的な強さを上げました。すごく強い達人の下ですねが、2人になり、達人ロゼッタ相変わらず達人ロゼッタおんねんな。で、弱い。さあ、新しいステージだね。タツノンが住む、ね、運任せドキドキオーシャン。今回は海ですね。おー、行くぜ。なやなや、ゲームパッドにクッパがおる。ゲームパッドにクッパがおる。じゃあ皆さんテレビの方見てくださいね。ゲームパッドにクッパがいるんで何も面白くないですこれ。おー、来た来た。今回はね、僕はクッパ側なんでね。でも逃げ切れなかったんだよな。前回クッパ、マリオ軍団とかでも逃げもさ、逃げられなかったんだよね。クッパ側有利なのかな、このゲームって。いや、どうなんだろう。なんか一回追いつけなかったらさ、結構厳しそうだね。そう、これさ、クッパが追いつけなかった場合厳しいな。さあ、あ、いいね、1。いいですよ、1。追いつきたいんでね、僕もね、皆さんに追いつきたいんでね、1でママでお願いします。僕はケンパッド振って待ってますんでね。さあ、達人ロゼッタです。1にさ、ゆっくりサイコロそんなの使っていいの？え、1でいいの？え、なんでそんな謙虚に。ああ、そういうことか。3マスダッシュで確定で4マス進めるってことか。達人、そういうのも使ってくんのか、ちゃんと。いや、あの達人落としてえな。さあ、弱いのよし。今回ね、こいつが足を引っ張る。足引っ張るよ、少し。なんだよ、5とか。ま、戻れよ。ああ、くそ。まあ、でも 10マスなら4つ。4つサイコロあるんだね、こっちは。2とか引かない？ちょ、キノピコ、すごく強い。2とか引いてください。いや、15マスかー。4つのサイコロで15マスって結構大変じゃない？そうね。普通そういくよね。15マス。できれば追いつきたい。クッパ泳いどる。クッパ泳ぐんだ。行きます。周りに気をつけてプレイしてください。行くぜ！この、15以上。14！ あ、お父さん、この数で追いつけないよ。一回だけプレイしてやってみようよ。振り直そう。一回振り直す。行くぜ。どうだ ?15 以上でやると厳しい。あ、おお、いったんじゃない？よし、17行きました。クッパ泳ぐんだね、今回は。どかどか進軍しないんだね。綺麗に、結構綺麗に泳ぐな。行くぜ！エンカウント！行くぜ！結局懲りかい。さあ、クッパミニゲーム始まりましたよ。まあ、一人脱落させたいな。お、なんだ？お仕置きロード、新しいな。新しいミニゲーム。俺は何をするんだ？ゲームパッド、スライド、タッチペンか。あ、タッチペンで回して、タッチで止める。あ、なるほどね。ハムスターのなんかあったよね。なんかハムスターのさ、ローラーみたいな。それをマリオで使うのか。これさ、人の操作大変じゃない？よし、行こう。さあ、クッパのぐるぐるローラー始まります。でもコンピューはどういう思考になるかわからんで。で、ギュッて止めることによって相手を走らせ続けて当たるとかできるんだね。行きます！うおー！いけ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 ！ふっ！あ、ちゃんと止まってくんな、重いのが。重いのがちゃんと止まんな。重いのがちゃんと止まんな、お前ら。達人が残ってる。達人がやばいぐらい残ってる。達人がやばいって。やっぱ達人なのか。あれ、なんか一人いねえ。え、待って、なんか一人いないんだけど。マイナス6！ ロー、達人強え、コンピュー弱え。さあ、ヨッシーが早くも足を引っ張っております。いいね。一人脱落は、でかい。だからヨッシーが3番手ってことは、それ前にハートを拾われたらまた復活しちゃうのか。3人なんで追いつきやすくはなったね。やっぱ弱いわ、足引っ張んのかな。ああ、うん、そっちになんか。わあ、でも、待って、こんな、さあ、ちょ、待って、6とか進みすぎじゃない？あ、タツノクジ何？あ、宝箱。え、何？もらえんの？なんか。あ！ゾーン、なんかフィッシュボーン。あ、お父さんで宝箱見せてあげるよ。お見通しタイム！落書きしちゃえ！オッケー、任せろ！落書き。出てできるんや。あ、おー、すげえ、落書きや！じゃあ、さっそ、ちょっと、せっかくだから。
これそう、これやで、ね。この銀の宝箱が確かね、フィッシュボーンなんで、これやと思います。ほら、ティラが言っても、これって言っとるから。はい、OK! おい、ティラこれって言っとるぜ。ティラこれって言っとるよ。全然動じない。びっくりするぐらい動じなかった。これこれ負けたわ。俺のティラが負けたよ。ほら、ヨシが戻ってきちゃった。これまずいな。ヨシがサイコロ振れるもんね。あ、炭の中のマスを見せてあげるよ。お見通しタイム。お、悪いよ、落書きしちゃう。オッケーオッケー、任せろよ。こっちそうだよ、あの、左のルート行ってほしいんで、こっちっていうことで出ます。行きます。こっち、こっち。ティラを信じてみ。ティラ信じて。ルートが左、左。こっち行って、ティラがこっちって言ったんだ。ほら来ました。うわ、外れ。うわー、やった、クッパサイコロをあげます。やったやったやった。もうクッパサイコロや。なになに、クッパサイコロって、あ、そういうことか、プラス1なんだ。1個増えるんだ。さあ、ヨッシーたちがちょっともうちょっとそこら辺で足踏みしてくんないかな。弱いのコンピューだから空気をね、よし弱いのコンピューだからね、ちょっと弱い、弱い、時々ちょっと弱い一面が欲しいからね。ちょっと低めの。よしよしよし、いいぞいいぞ。そうだそうだ、お前らそうだ。よしよしよし。でもこれさ、達人が落ちないんだよね、これ。キノピコもなんだかんだよ、さっき普通に耐えてたからな。これ追いつけ合いするんだけどね。いきます。5個あるんで楽勝ですよ。楽勝よ、5個なんだよ。15個あって11マスいけない意味がないもん。そんなわけないじゃん。はい、 13?5 個で13か。さあ、クッパー U 通じを優雅に泳ぎます。いきます、いくぜ。さあ、何かな。ぐるぐるハンマーか。これは俺狙い撃ちできるね。しかもロゼッタたちをちょっと狙い撃ちしておきたいね。ゲームパッド傾けだっけ、傾けてやっけ。あ、Lスティックか。Lスティック A ね。OK。ロゼッタをやっぱ倒したい。達人を削っておきたいね。よし、行きます。どうも皆さん。どうも皆さん。とりあえずロゼッタ行こう。ヨッシーは一撃で終わるから。てか、ヨッシーはいつでもいける。ロゼッタ狙おう。おっしゃ、ロゼッタ狙おう。集中砲火しよう、ロゼッタを。コンピューター突っかえて、お互いがお互いを邪魔し合っちゃうから、それを狙っていこう。おい、無理無理。ロゼッタ集中の方か。こっちの方が移動速度速いからね、んで。あ、やばい、クソ、やるな、クソ。あー、ロゼッタ狙ってたんだけどな。完全に集中砲火で、やっぱ強いやつから落としていかないとね。いやー、よし、落とした方がよかったかな。クソ、このめっちゃ笑顔じゃん、お前ら。いやー、ここで倒せなかったんでかいか、ちょっと厳しいかな。6で一気に、ドンキすごい、一気に抜けたんだけど。あ、バッターを倒せ。ここで足踏みも可能性もあるね。全然足踏みしてくれていいんだよ。いや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 、足踏みしろって言ってんじゃん。足踏みしてくれよ。全然足踏みしないよ。マジか。あそこの城にハートもあるしね。やばい、急にクッパ厳しくなってきた。コンピューがみんな強いのが待って、なんでお前らそんな出てんの。あー、バッタンがやばいな。ハートが増えるもんね。せっかく、3ずつ増えんの、マジやばいやばいやばい。ちょっと待って、クッパ超劣勢じゃん。やばいな、クッパ超劣勢じゃん今。いや、タツノコジだ。よっしゃ、俺の出番だな。俺の手番だな。かわいい。ティラがもう、ティラが2つおすすめしてます。ティラが2つおすすめしてるんでね、ぜひね、選んでほしいな、ヨッシーにはね。動じねえな、お前ら。俺がせっかくこれって言っとんのに。全然、これって言っとるやん、ほら。このいやいやいや、やばいな。これ、一気に突破されちゃうな。5でドキドキルート。5でドキドキルート。もしかしたら貫通されるんじゃないか。いや、5どっちでもダメだなぁ、これ。こう、5どっちでもあんま意味がないんだけど。下。これでいいや。下への主張が激しすぎでしょ。下行っとろ。ああ、さあ、俺は信じる。俺は信じる。はずる。でもさ、出目が良すぎない？君たち。14マスか。ちょ、待って、でも、
ハートが一気にめちゃくちゃみんな多いからさ、一気に全員削った方がいいかも。やばいな。でも思いのがみんな進んでるから14で。いやひどっひどいひどいひどい。振り直そうぜ。ちょっと9はか振り直し、いきます。ふっ、ちょっとやばいな。いくつ？13か。なんでだよ、落とせないのか。いやー1マス足んねえのかよ、マジか。これやばいよ、このままじゃ圧倒的に負けちゃう。なんでお前急に強くなった。お前ら目の前で止まっとる。いやーこれはやばいな。1、よしよしよし。ええ、これどうなんの ?2 マスバックってことはですよ。え、もしかして2マスバック。待ってたよ。待ってたよ。待ってたんだよ、君たちのこと。やった。あ、いいね。キラースロットは適当にもう止めて。だってこれ狙いようがないからね。キラーだからね、動きは。動きはキラーなんで、もう、敵が避けれるかどうかだと思う。俺、多分、でも自分でも避けれてんだよね。だからコンピュー同士が干渉し合って当たるっていうのを狙った方がいい。さあ、お祈りゲーミングです。私でやることはいきます。ガンガンいくよ。もうガンガン止めてった方がいいよ。ガンガン止めてく。もう特に考えずにガンガン止めてって、敵がねキラーを避けれるかどうかのもうそれ次第と思います僕は。敵がキラーを避けれるかですよ。僕はやることはもう適当にポトポト押すだけなんで。こうやって適当にポチ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 するだけなんで。だいぶここで全体的にさ、ガッて削りたいね。 HP を、敵をここで全体的にガッて削っていったらだいぶ楽になるけど、ヨッシーがガンガン出てる。ヨッシーの呪いが、ヨッシーの呪いやばいんだけど。もうヨッシーやられてんだよ。もうヨッシーやられてるから出なくていいんだよ。どう？ロゼッタさん、あ、ヨッシー落ちてる。ロゼッタだいぶ削った。よし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 、まだチャンスあるな。いや、だいぶ削ったぞ。そんなにキラーって難しいかな。さあもう一回来てもいいんだよ。ちょっともう一回、ちょっと2とか出してさ、ちょっと面白いところ。なんでだよ。おめえらすぐに6とか出すんだもん。すごいなぁ。くっそ。俺ならそうだな。寂しい地に女、お前。おめえ、ずいぶん寂しいおじょんな。死後のサイコロを渡すのかよ。マジか。これさ、逃げ切られそうで怖いなぁ。でもさっきのでだいぶ削ったから、死後だよね。いやー。離れるなぁ。いや、ラストスパートだもん、もう。もうやばいよ。結構近いなぁ、もう。クッパサイコロ！よし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 、まあ、これで追いつけはする。追いつけるといえば追いつける。でもできればもうここでもう一人落としたい。次のミニゲームでもう一人落としたい。もう絶対追いつけんじゃん。11マスなんで、5個あるんで絶対追いつけるんですよ。ほぼほぼ追いつけますよ。うん。よし、行け。もうここで一気に落としちゃおう。いやーでもね、437だからそんな落ちないかもしんない。HP が高いもん。行くぜエンカウント。今回は骨があるな、おいつら。来た。勝ったわ。でもロゼット確かこの前めっちゃ速かったよね。なんかさ、この前やった時めっちゃ速かったよね。任せろ。俺と連打で勝負すんのか。いい度胸だよ。ZR、ZL を交互連打だから、普通に辛いかも。いきます。俺に連打で挑むとは、いい度胸してるわ。ZR か。え、意外といかない！意外といかない！意外といかない！いや、連打のコツがいる。これ結構連打のコツいんな。ちょっと待って、意外と連打のコツいるぞ。意外といかなかった今。連打のコツがいるわ。くそ、5回って結構難しいんだな。マジか。くそ、油断してたわ。完全に勝ったと思ったのに俺。意外と難しかった。クッパ側が。マジかー。今のゲロゼッタ削りたかったなー。ロゼッタ削れば違ったもんね、絶対。いや、タツノクジ来たよ。よっしゃ、ここや、ここ二つ、ここ二つ来い、ここ二つです。全然取らねえんだけど。クッパジュニア、ハートを半分にする、ハートを半分にするでお願いします。よっしゃ、
た来た、みんなのハードが2分の1来ました、来ました、来た、これ前回俺も苦しめない、いけいけいけ、ボクシングパンチ、よっしゃでかい、これでかいね、次のミニゲームに一気に終わらせることが可能かもしれん、次のミニゲームで終わらせたい、でもそれまでにいけるか、あと何マスだ、よしよしよし、2マス、少ない少ないよ、次のミニゲームで落としたいな、もう、お、いいんじゃない、クッポジンだよやった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 、ここに来てね、運が戻り、5マス戻るで、5マス戻るでしょ、ここは戻っていいんじゃない、何これ、革命、なんだ、まずはみんなのハート集める、はい、9、同じ数に分ける、なんだそんだけか、あんま意味ないな、あんま意味ないな、それは次で落とさないとダメだわ、そうしないと多分ね、もう無理だよ、7マス次で落とさないと、ここでダッシュすんの、あ、ゴール近い、ゴール近い、え、嘘嘘ちょっと待って待って、最後にもう1ゲーム、俺もう1ゲームやらして、何のゲームか分かんないけど、もう1ゲームやらしてくれ、もう1回やらしてくれ、やばいやばいやばい、ゴールしちゃう、ゴールしちゃうよ、待って、まだ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 あるよ、おっしゃ、だって 66% で大丈夫ですからね、 66% で大丈夫ですよ、はい、なんで 66% で大丈夫です、よし切った、もうそいつじゃねえよ、そいつじゃねえよ、よっしゃよし、まだまだあるまだあるまだある、次で終わらせる、次で終わらせる、いけ、次で終わらせてくれ、12マス追いつける、このターンのミニゲームで全てが決まるかも、これ倒せなかったら負けだわ、さあちょっといい勝負してんじゃん俺、おい来たぞ来たぜ、いやーこれいけるかな、これラストだね、多分ほぼほぼラストだわ、これ以上は無理だわ、自分でやんのか、これ自分で止めるんだっけ、これどっちかといえば全員落とすゲームじゃないよな、いきます、もうだから目押しで止めるしかないか、でも達人たちもこれ動けちゃうんだよね、あの止めた時に、いやーこれはちょっとみんなを倒すゲームではないんだよな、一人落とすかみたいな、そういうゲームだから。よし、まあでも3ラウンドあるから、ワンチャンあるかも。基本的にコンピューにはね、小細工通じないんで。これで、ふん止まれ、だーどうだ、うお前はどうやってんのくっそ、神回避してる。一人落ちたね。こうでいく？いけ。目押し。目押し。ロゼッタが絶対避けられないところ、ええクソやろ、嘘でしょ、ロゼッタが強いって、ロゼッタに固執しすぎなのか、やばい間違えた、ここよ、ロゼッタ、ロゼッタかかり、クソガクガク二人残ってやがる、しかもなんで二つになってんだ、そこクソこれはやばい、終わっちゃうなこれ、終わっちゃうなーこれは、いやーロゼッタが強いわ、123でもサイコロってどうなんの、あ3でギリギリいけんのかそれ、いやいや行かないよね、おかしいなってやったさ、戻れ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 、グッパ戻れ、あ戻るない、戻るないよ、えどうすんの、戻るないんだけど、え戻るがないからさ、どうしようもなくないこれ、いやグッパ詐欺いらない、今いらないなー、いらねえなあ全然いらないなあ、今必要ないんだもん絶対、くそもう次のターン行くじゃん、これ次キノピクク 50% 外したらね終わりですよ、次 50% 外せばね全てが終わります、どうだ、おいよいしょ、あよいしょよいしょよいしょ、きたワンチャンある、マジでワンチャンあるこれマジでワンチャンあるぞ、残ろうか
なかなか待ってたよ。待ってたよ。よし来た。まだある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 。何これ。ピップドロップって何。はい。ギリギリでまでタッチして左右を選ぼう。タッチで左右を選ぶ。ああ、これロゼッタは避けると思うな。これは避けちゃうでしょ。普通にうまいもんあいつら。どうなんだろうこれ。だからクッパと同じ方向にいたらダメってことだもんね。ああそれ3回やるんか。おお、どっちにしようか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 な。こっち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 。おっしゃー。え、最後はあっけない。めっちゃいい勝負してた。タツノンくじで全部当たり引かれてたからね。運がいい感じに収束したいいパーティーでしたわ。いや、ロゼッタ強すぎ。あとね、連打タワー難しいんだね。マジで連打タワー難しかったわ。勝負部早いわロゼッタ。早いわロゼッタ。早かったわロゼッタ。